エンジョイパチンコライフ。はい、ピーマット TV ご覧の皆様こんにちは、マーサです。本日はGo to Heavenの撮影ということで、東京都荻窪駅徒歩すぐにございますおなじみの大パさんに来ております。今日の Go to Heaven マイナス500枚からのスタートです。もうね、何回500枚に設定して何回逆転できてないかって感じなんですけど、前回大パさんでね、すごくね、私興味深いコーナーを見つけたので、今日もね、ちょっとね、そこのコーナー狙って実践していこうかななんて思っております。っていう感じで今日は張り切っていきたいと思いますので、これから皆様には残り500枚からの大逆転劇をお見せします。てんてんちゃん Go to Heaven。パチンココーナーでね、今日はゴールドヘブン勝負するつもりです。もうね、相変わらず4発のコーナーは稼働が良すぎてもう座れないですね。ここ今花の刑事とあとガラのコーナーかな、マックスタイプの、もう座れないですよ。見てじゃーん、大場さんは本当にいつ来たってもうマックスタイプ4発のコーナー大人気だからね。これね、パチパークって言って、そういろんなね機種があるんですけど、主に U パチですね。私前回の大場さんに来た時にすごいね惹かれたこの羽物の定量性コーナーの3000発のコーナー、ここのコーナーがすごくね Go to Heaven に向いてるんじゃないかなと思って前回挑んだんですけど、ファインプレーかマッチリのサブちゃんか、今空いてるのがその2機種か。だいぶビッグシューターゼロでしょね。前回ちょっとヤフーと言わせれなかったので、今日のゴールドヘブンはこちらの羽物3000発定量性コーナーのビッグシューターゼロで頑張って逆転したいと思います。前回負けてしまったのでリベンジも兼ねて、今日はビッグシューターで絶対に逆転したいと思います。えい。よし頑張るよ。お、早速いいですね。あ、そうそう、ちなみに一つ言っておかなきゃいけないことがあったんだった。昨日のね撮影から、そうで今日で撮影4連チャン目なんですけど、昨日朝起きたら突然物もらいになっててで昨日の撮影から今日引き続き目元の化粧ができなくって、もうね今日本当にひどい顔なんです。もう申し訳なさすぎて、もうねテレビに出る顔じゃないんだよね今。そうすごいね嫌なんだけど、もうしょうがないからこのまま来た。で昨日が土曜日で結局朝から撮影だったから眼科に行けなかったので、今日ね偶然にも近所に日曜日もやってる眼科見つけたんですよ。からさっき行ってきたんですけど、2時間待ってやっと順番回ってきたと思ったら診察が20秒で終わって、その診察の内容も部屋に入った瞬間、あ、物もらいだね、目薬2個出しとくよで終わって、本当に物もらいなのかがすごい心配私。すごい気になる。あ、ありがとうございます。嘘、来てくれると思わなかった。すっぴんすっぴんすっぴん。あ、バナナチップスもらった。彼那須塩原から来てくれるんですよいつも。そうすごい遠くから来てくれる方で、結構日本
全国車で行くらしいすごいですよね。よし、羽物こそ引きだよね。けけけけけけ、もうあっ9枚目、9枚目だ。ありがとうございます。わざわざ遠くからね遊びに来てくれるのは嬉しいよね、ほんと。あ、2個入った。今の今までで一番惜しかったよね。あ、超悔しい。今絶対行ったと思ったのに。もう今日ラス1のステッカーステッカー売り切れです。ありがとう。来ましたよ、私の神頼みシリーズセブンアップ。いやー、これ来たからには当てないと。頑張ろう。結構ね、セブンアップを差し入れてくれる方は結構な2ですよ。結構私の動画を見てくれてる証拠ですね。セブンアップくれるってことは嬉しいな。いけ、もうなんだろう、思いが足りてないのかな、ビッグシューターに対しての。まあ、確かに、だってそんなに私ビッグシューターなのにゆかりないもん。だからかな、そういう中途半端な感じで、ね、打ってるから。あ、だからこれから好きになるよ、そしたらね。仕事、そろそろ当てたい、そろそろ当てたいよ。そう、大場さんのこの定量性のコーナーはもちろん3000発で打ち止めなんですけど、その後ね、出玉じゃなくてまた自分の現金で投資しなきゃいけないんですよ。そう、出玉で移動ができないから、だからね、もう今ちょっと随分使ってるでしょ。1回当ててちょっと隣の台に移動しようかなって、そんなことも考えてるんだけど。ダメだ、今のでもう当たらないってケースかね、確信した。ちょっとビッグシューターとの息が合わないっぽいので、隣の時をデラックスにスライドしたいと思います。よし、というわけでこれ、あれ、なんかデジャブですね、前回と逆パターン。よっしゃ、リクシマや東京デラックスで絶対に出します、頑張ります。えい。前回最初の東京デラックスってダメでビッグシューターに行ったんですよね、前回の逆パターンだ。よし、いやー、息が合わなかったね、さっきのビッグシューターとは。何回もチャンスあったんだけどな。ああいう時はもう気分転換に台を移動した方がいいの、こうやってね。あ、当たった、当たった、やったー。早い。1回転だよ、移動してよかった。よし、こっからだよ、こっから。3はいらないよ。よしよしよし、7か16 16でお願いします。どうだ。あー、7ラウンド。でも3じゃなかっただけよかったね。やりました。
当たってよかったね。よし、よくやったよ。あとはサクサク16ラウンドを引いてさっさと逆転して帰ろう。気持ちよくね。いやでも1回は当ててよかった。もうそれで満足しちゃってるだけでもダメだよね。ミッション達成してないから。ハスピンサルスペシャルいった。どうだ、よし当たった、イエーイ。2回目です。最初からこっち行っときゃよかったな。3とかいらないからね。よし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 、次は16がいいな。お願いします。また7だ。しょうがないね。7ラウンドです。まあでも増えてるからよしとしよう。前回は確か最初からビッグシューター打っとけばよかったっていう展開だったんですよね。今回は最初からこっち打っとけばよかったっていう、うまくできてんな世の中。なんかどの羽まだも最終ラウンドの音楽がなんかやたらと盛大ですよね。東京デラックスもすごい盛大。よし、やりました。次こそは16ラウンド欲しいな。そういえば私東京生まれ東京育ちなんですけど、東京生まれの人って意外と東京タワー登ったことないんだよね。なんか身近にあるけどさ。で、私もその東京タワーに行った最後の記憶が確か5歳ぐらいの時なんですけど、その時にね、両親に連れられて東京タワーのローリン業界に入ったんですよ。そしたらそのローリン業界のマイケル・ジャクソンが超怖くて、それからすごいもうね、トラウマ。オチがない話なんですけど。そう、きっと今はもう怖くないローリー業界になってるだろうけど、もうね、当時5歳の私からしてみたら、あの東京タワーの中のローリー業界がめちゃくちゃもうお化け屋敷にしか思えなくて、もう超怖かったもんね。私の中で東京タワーの思い出といったらもうマイケル・ジャクソンしかないね。怖すぎるあれは。分かってくれる人いないかな、あのホラーな感じ。あー惜しい、あと1センチって感じだった今。ちょっと打ちのめになるまで結構道のり長いよこれ。さっさと引かないと。あーすいません、ありがとうございます。お待たせしました。あーありがとうございます。2人でじゃあ分けます。ありがとうございます。最後に当たってよ。もうここまで来るとちょっとでもだよね。いったスペシャル、よし当たった。16、16、16、16、16、3とかいらないからね。あーいらないの来た。こういう時に限って3ラウンド引いちゃうんですよね、いつも。もう超おまけラウンド。ふぅ16、1回ぐらい引きたいな。やっぱなんだかんだ羽物は少ない投資で先にサクッと当てないとダメだよね。まずはそっからイメトレしないとだ、私の場合。マジコ拾った、スペシャルいった、どうだ、よし当たった。16、16、16、16、16、うわ
和田さんですよ、もう化け職人だね、化けみたいなもんですもんね、3ラウンドなんて。いや今日はしょうがない、もう本当にラウンド負け。これが全部16ラウンドだったら結構まだ頭あったと思うよ。はぁ、終了。いやでも結構今日すごく遊びに来てくださるお客様がねたくさんいてすごく嬉しい。でもなんでセッペルトクにかけてくるんですかね、たくさんいつもね、オーパさんいるとき結構のんびり打ってることが多いんですけど、そう、すっぴんのときに限ってたくさん応援に駆けつけてくれる方がいるっていうサイプレイ、はぁ、飲まれて終わっちゃいそうだな、今回も。はぁ、さあ、高田し、はい、ラストです。もうね、完全にラウンド負けしてる。今日はダメだったな、今日はダメだ、今日もか。すっごいね、球も入るし、拾うしなんだけど、うまいこと今日はちょっと V と噛み合わなかったですね。あーもったいない、あーおしまいだ、終了です。結局当たりは結構引けたんですけど、ラウンド負けしてしまって、投資の方も全て使い切ってしまいました、残念です。実戦終了です。いやー本当にごめんなさい。というわけで本日の Go to Heaven、 前回と同じくオーパさんで金物の定量制のコーナーで、まず初めにビッグシューターゼロ打ちまして、その後に東京デラックス打ったんですけども、結構当たり引けたんですけど、残念ながら16ラウンド1回も引くことができなくて、要はラウンド負けですね。もう3000発の定量にも届くことができませんでした。もう超悔しい。今日は結構ねいけるかなと思ったんですけど、やっぱり何ですかね、羽物との息が合わないね、 V とのね、拾うし入るんだけど、なんか今日改めてなんか再確認した。いやでもすごく悔しいので、次回またオーパさんお邪魔した時は3度目の正直ってことで、また絶対にあの羽物コーナーでリベンジしたいと思います。今日はすみませんでした。というわけで本日お邪魔しました、オーパさん。もうね、毎月もうねおなじみとなっているんですけども、寝台の方もね常に続々と導入いたしております。さらに私が今日ねご紹介しました羽物の定量性のコーナー、かなりね私はあそこいい感じなんじゃないかなと思っておりますので、寝台も楽しめますしパチンコも楽しめる、オーパさんぜひぜひお近くのお住まいの方遊びに来てくださいって感じで、今日はちょっと目元がしょぼいんですけど、今日これのせいだったのかな、ダメだったの、16ラウンド引けなかったのね。次回はバッチリ物もらい直してバッチリメイクして対戦しようと思いますので、次のゴールデンヘブンも楽しみにしてください。それでは今日はすいませんでした、次回もお楽しみに、またね、またでした。また登れたように立ち向かえよ。 VTube はこんなに楽しい、人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる、人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く、 VTube ダウンロードしてね。えいえい。